システロニアは、白ア紀キナカのアルビアンキのイングランド南部及び、フランス南部から発見されている、オフタルモサウルスカプラキプテリニウス赤に属する魚流の、絶滅した属。シスターニアシーリーただ一種の実からなる。方形骨、歯、関節の骨システロニアは、バランタンフィッシャー、ナダリー・バーデイ、マイエット・ギローマール、パスカル・ゴダ・フロイトにより2014年に命名され、模式種は、 SCD である。俗名は、フランス南部アルプドイコールオートイコールプロバンス県のコミューンであるシストロンを称えたものであり、繋がった部分的な骨格及び最低でも3つ以上の繋がった標本を含め、ここではシステロニアとみなすことのできる比較的完全な標本が発見されている。種商名は、ケンブリッジグリーンサンド武装に由来する数千の 魚竜の断片標本の目録を作成した有名なイギリスの古生物学者、ハリー・セーレイレーを称えたものである。セジウィック地球科学博物館や、ベルディ王立自然史博物館、ハンテリアン博物館、ニューオーク博物館、ロンドン自然史博物館のコレクションに収蔵されており、1869年にセレイレーが発表して以降、模式標本を含めた大半の標本は、 完全には査定されていない。フィッシャーらは2014年の論文で、キャンザム B5825767 を模式標本とした。これは、ケンブリッジグリーンサンド武装の中で最も完全な標本の一つで、頭蓋底や肩甲骨、上腕骨及び五個の椎体からなる不完全ながらもつながった骨格である。システロニアは、 他の基地のオフタルモサウルス科の魚流と区別される3つの独特な特徴を持つ。特徴を組み合わせることで、他のプラティプテリギウス赤とシステロニアを識別することも可能である。システロニアは、プラティプテリギウス赤の共有派生形質を持つ。一方で、オフタルモサウルス赤の共有派生形質を持たなかったため、フィッシャーらは2013年にシステロニアを プラティプテリギウス赤に割り当てた。フィッシャーによる2013年の論文において行われた大規模な系統解析によりシステロニアはプラティプテリギウス赤に属することが判明した。この解析の別型が公式に発表されているものの、システロニアの研究を主に私的なコレクションに保管されたミキサイの標本に基づいているため、別型のクラドグラムの発表は保留とされている。 ありがとうございます。